ようこそデジラボへ。ここはデジタルワールドとかすかに交わる電脳空間の狭間よ。ここに来られたということは、あなたにはここに刻まれた運命にアクセスする資格があるということね。それなら選んでちょうだい。この二つの運命、どちらの枝葉をたぐるのか。あなたの前にあるのは、現実世界と電脳世界が交わることで起きるある物語の記録よ。時を同じくして起きたこの物語を、それに巻き込まれた二人の人間の視点を通してあなたは見ることができる。お互いに立場も違えば、物語の中で果たした役割も全く違う。この二人、どちらの視点でこの物語をたぐるのか、さ、選んでちょうだい。定められた運命が導くままに。お行きなさい。それじゃね、また物語の中で会いましょう。エンジョイチャット、ようこそエンジョイチャットへ。チャットルームを選択してください。
ようこそ電脳空間の楽園エデンへ。エデンはメタバースにおいて革新的なサービスの数々を提供する新世代型デジタルコンテンツです。ショッピングから映画などの各種エンターテインメント、企業間の商取引から行政機関の手続きまで、皆様のニーズにお応えし、皆様の生活の一部となるサービスを本日も心を込めてご案内させていただきます。従来のネット、画面上でのやり取りではなく、アバターを介しての直感的なバーチャルリアリティ体験と、最先端の電脳空間サービスを心ゆくまでお楽しみください。エデンは世界をつなぎ未来を紡ぐヒューマンネットワーク、上白エンタープライズが運営しております。
シラミネノキアじゃな遅いよな、こんな危ない場所で一人ブルーボ
ックスはまだ来てないのか。ふん、来てますよ、来てますが、なんちょ、信じられます？あいつさ、俺、ちょい、あいつ、そういうとこあんだよね。自己中的な、イケメンだからって。大体何？白い少年の幽霊？噂になってるだかなんだか知りませんけど、見つけてどうすんすか？っていうか、電脳空間で幽霊なんて非科学的だし、意味わかんないし、怖くともなんとも。恨めしや。どうしよう。ビビりすぎだっての。なんだ、新たじゃん。ただの新たじゃん。幽霊かと思った。ったく、チキンのくせに意気がってこんなとこまでのこのこ来てんじゃねえよ。はあ、その、こんなとこに置き去りにしたのはどこの新たよ。あんたの血は何味だ。ああ、うっせうっせ。つーか、初めてだよな、こっちで会うの。真田新ただ。ま、適当によろしく。ちょ、自己紹介くらいちゃんとしなさいっての。もう分かっちゃってると思うけど、これがブルーボックスの中の人だよ。なんかイメージ違くない？あっちだといい感じに面倒見よくって頼れる兄貴っぽいじゃん。私もこっちで初めて会った時マジビビった。不愛想だし、自己中だし、目つき悪いし。ほら、イケメンの無駄遣いっていうか。アホは放置で頼むわ。で、お宅を待っている間にこの辺りを探ってみた。俺らを呼びつけたナビット君がいないかと思ってさ。え、幽霊探してたんじゃないの？ま、そのついでにな。結局どっちも見つからなかったぜ。それどころか一っ子一人いねえ。行く。やあやあ、お待たせ、ナビットくんだよ。集まってくれた良い子の君たちにプレゼントだよ。これは世界を変える力だよ。ハッキングだ。俺たち全員ハッキングされている。チッ、俺のゴールを簡単に突破しやがった。やっ、デジ最近ハッカーたちの間に出回っているハッキングツールだ。ねえ、デジモンってあのデジモン？ああ、オタクが興味津々だった、その。特定のデータ。デジタルモンスターをスキャンしてキャプチャーすると。やっぱ、デジモンってデジタルモンスターの略らしいぜ。そう言えなくもないかもな。ま、いいじゃん別に。ハッカーなんざ今時珍しくもねえし。やだやだやだ、ハッカーなんてやばいよ。絶対いらない、こんなプログラム捨てなきゃ。あれ、嘘嘘嘘嘘。
めとけ。プログラムにプロテクトがかかってる。何よそれ。逃がすかよ。仕業。先へ進めってこと？私たちを返さないつもりなの？どうした？まるで幽霊でも見たような顔だ。僕そっくりの幽霊を見たって？それならその幽霊は僕かもしれないが、この世のものではないと。真相は僕がただ神出鬼没なだけ。そんなところだ。安心するといい。僕は幽霊じゃない。このエデンにちゃんと実在しているよ。君のような迷い子を導くためにね。君はハッカーの証であるプログラムデジモンキャプチャーを手に入れたばかり。いわばハッカーのひな鳥だ。ここには様々な目的を持ったハッカーがいる。
セキュリティホールを見つけて報告する義賊的なもの。他人の財産や個人情報を狙い、アカウントを強奪するもの。本当にいろいろだ。君はどんなハッカーになりたい？その様子だと、ひな鳥どころか、まだ卵から帰ってもいないようだ。ハッカーを目指すか、他の何者かになるか。だが、経緯はどうあれ、君はハッカーに興味を抱いてここまで来て、その結果、デジモンキャプチャーを手にした。そうだろう。だったら、試してみるか。デジモンと呼ばれるプログラム、驚くべき力。それでいい。では、未来のハッカーの誕生を祝して。君に記念すべき1体目のデジモンを進呈しよう。ほら、君の後ろにいる。単なるプログラム同士の小競り合いに首を突っ込んで怪我でもしたら
君がバカを見るだけだからね。君がそう決めたなら好きにするといい。そろそろ消えるとしよう。目つきの悪い少年、あ、彼なら先の そこはかつてエデンのエントランスだった古いエリアだ。その証拠に初期タイプのログアウトゾーンも残って、今はプロテクトでロックされていて使用できない。そうだな、ここから帰りたくなったら目つきの悪い彼なら問題なく解除できるはずだ。なぜ驚く、まさか彼が、なら僕から言うべきことはない。本人に直接聞いてくれ。そういえばまだ名乗っていなかったな。僕はユーゴ、チームザクソンのユーゴだ。君が誇り高きハッカーを目指すのであれば扉はいつでも。
して二人には見えないよね。デジモンか。あの子たちと一緒にいられるならいいかも。デジモンキャプチャー。え、凶暴な野良デジモンもいた。何それ、超怖いじゃん。奥のエリアにあなたがいるのよね。君についてくから、早く合流しよう。
なんだか不思議な感じだな。子供の頃にこんなことがあった気がするんだよね。君と新田とも会ったことがあるような。ううん、昨日チャットで会ったとかそういう意味じゃなくって。あれ、でもそっか、そうかも。なんか変。なんだよ今の映像。ちくしょう、なんだってんだよ。ああ、いたいた。ちょっともう、一人で勝手に行くとか、どんだけ自己中かませばよかですか。
キアはログアウトした。俺も続く。ちょっと、あれやばくない？なんだよあいつ、気味悪い。こら！天下の行動のど真ん中で何騒いでんだ！まとめて逮捕すんぞ！ああ、府警さん！こっちに！誰が府警さんだ誰が！刑事さんだ刑事さん！見た目だけで物事判断してんじゃねえ！どうなってんだ？キモ、キモいから逮捕、そこ逮捕！しているな君は。実に興味深い。乗りたまえ。厄介なことになる前。人よりは奇妙な現象に慣れている方なんだが、こんな現象は初めて見た。私の声は聞き取れているかな。それはよかった。君はもし人ではない何かだったらどうし、そうか、君自身自分の身に何が起きたのか理解、聞きたいことがあるなら何でも答えに、私、君の体は極めてデジタルな状態にあるように、まるでもしも本当にそうだとしたら、いや、周囲にひょっとすると君の友達も、君と、そうか、友達のことは気にするなとは言えないが、ここは新宿だ。仕事で探し物をしていてね、偶然通りかかって君を見つけたのさ。自分で言うのもなんだが、あ、今は中野にある私の事務所へ向かっている。そこで私が誰か、最初に名乗るべきだったな。君の存在があまりにも興味、私はクレミ京子、しがない探偵さ。なるほど、経緯は把握した。君が電脳空間からログアウトして出現したというエデンへログインした場所と同じか、あるいは、では今こうして私と会話している君とはまた別の、
肉体から精神データが分離してしまい、個別の存在として現実、それとも何らかの理由で新宿に移動した肉体が、いずれにしろ奇妙奇てれつな話ではあるが、現段階では状況証拠による単純な推理しか。まずは君がエデンにログインした場所の現状を確認するの。電脳犯罪事件をはじめ多種多様な超常現象事件の、君の身に起こった怪異的現象の謎を解明するのに、そして君が腰掛けた何、依頼報酬の件ならば心配しなくていい。大船に、そうだな、メアリー。さて話を戻すとしよう。それよりも何よりも前に君の姿を、その姿ではまともに外を歩くことも、じっくりと観察して確信したが、しかし君は私の声を聞き、ソファーに腰掛け会話して、つまりリアル特性を持ったデジタル体。君の体がデータで構成されているならば、見た目をどうにかすること。君は基本的にはエデン内で使用されているアバターとクーロンの放置データの中にアバターパーツのデータが見つかれば上々なわけだが、問題はその状態でログインできるかどうかだな。ん？なんだ？こっちよ、飛びなさい。